はどれもちょっとやっぱもう一回やろう。なんかぎこちない。オラミゴサミガスコマイスター。ビエンベニードセミカナ。ビエンベニードセミカナ。前回は、コードについて、まあ、話しました。でコードって3和音と4和音あるんですけど、まあ、前回は3和音の話をしたと思うんですけど、今回は4和音の話をしようと思います。3和音と4和音の違いについては、前回の動画ちょっとこちらをご覧ください。まあ、和音って大体なんですけど、3和音と4和音、音3つ重なってるか4つ重なってるかっていうのことなんですけど、4和音ですね、今日お話しするのは4和音なんですけど、コードになんかなんちゃらセブンスみたいな感じで7書いてることあると思うんですけど、まあ7がついて大体もう4和音なんですね。大体というかまあ全部まあ4和音だと思うんですけど、セブンスにもちょっと種類があるんでね、そこをきっちりと、これを見れば、わかる？わかんないですけど、まあ、そういう話をしたいと思います。で、セブンスには2つ種類があります。それは一つはメジャーセブンス、書き方は大文字の M に7か、三角形に7、まあ、どっちがでもいいと思います。私は三角形に7って書くことが多いですね。まあこれはもうぶっちゃけ好みやと思います。で、もう一つは普通にセブンスですね。7だけですね。だから、さっきの大文字の M とか三角形がついていないやつですね。もう7だけですね。7ですね。今回も、まあちょっと C を基準に考えてみようと思います。C メジャーセブンスと C セブンスの違いについて考えていこうと思います。じゃあまず、C メジャーセブンス。についてですね。まあ、これどちらとも、C なんで、まあ、前回の動画と一緒 のように考えて、まあ、こう、C ってなったら、一旦そのメジャースケールを思い出してほしいんですけど、C、まあ、ドレミファソラシド、C メジャースケールですね。ドレミファソラシドですね。で、コードって、どの音を選ぶかっていうと、1度目、3度目、5度目、7度目、この音を、まあ、選ぶんですけど、3和音の時は1度目、3度目、5度目だけだったんですけど、4和音になった時は1度目、3度目、5度目、7度目の音を選びます。なので、まあ、セブンスって書いてたら、まあ、4和音のことやってたんですけど、まあ、その4和音目って7度目のことですね。だから、この C メジャーのスケールで言ったら、C ですよね。この C が、まあ、どうなんのっていう話ですよ。で、C メジャーセブンスなんですけど、C メジャーセブンスについては、もう、このままストレートに、ドミソシ、普通の C、このまんまの C を選びます。なので、ドミソシですね。C メジャーセブンスのコードの構成音はこの4つです。じゃあ次に C7th ですね。C7th はどうなるかって言ったら、まあ、これも一旦 C メジャースケールを思い出してもらって、で、さっきはメジャーセブンスって、普通の C だったと思うんですけど、次、普通のセブンスだけの場合は、この7度目の音がフラットします。なので、C7th は、ドミソシのフラットになります。メジャーセブンスですね。7の前に大文字の M か、三角形がついている場合は、そのまま7度目を使います。でも、7の前に大文字の M や三角形がついていない場合は、7度目の音は、フラットします。なので、C メジャースケールで言えば C がフラットになるということですね。これを
覚えておいてください。ちょっと響きを確認してみましょう。Cメジャーセブンスの響きはこんな感じです。落ち着いた雰囲気ですね。なんか、まあ落ち着いた感じですね。で、C7 はこんな感じです。どうでしょう。ちょっとこうなんというか、派手なというか落ち着きがないというか、まあ、不安定なっていう、まあそんな響きですね。この C なのか C フラットなのかっていうこの違いをきっちり聞き比べてみて、あ、こんな響きするんだなっていうのを耳で感じてみましょう。わー、すごーい、おいしそう。わー、すごーい。地図チャンネル。はい、じゃあ次に、Cm7th と Cmmj7th。まあ、この違いについても一応ちょっと考えてみましょう。で、まず Cm7th。これは、まあよく出ますよね。この Cm7th は、ド、ミのフラット、ソ、シのフラットになります。小文字の M ついてるじゃないですか。だから、3度目のこのミはやっぱフラットになるし、7度目の音が、これはフラットになりますね。だって、大文字の M とか三角形ついてないじゃないですか。だから、C はフラットになりますね。ド、ミのフラット、ソ、Cのフラットになります。じゃあですよ。Cマイナーメジャーセブンス。これあんまり見ないと思うんですけど、これもまあちゃんと存在するんですよね。あんまり見ないと言いつつも、ちゃんとしっかり使われてるんですけど、まあ、ちょっと意識しにくいですね。Cマイナーメジャーセブンスは、ド、ミのフラット、ソ、シなんですね。だって、マイナーはミのフラットじゃないですか。で、メジャーセブンスは、まあ、Cじゃないですか。7度目が下がったりもしないじゃないですか。っていうことです。まあ私、なんか、コードを勉強する前っていうか、めっちゃ前の話ですけど、メジャーセブンスって、まさか7度目のことを指してると思ってなくって、だってなんか、なんとなく、まあ、小文字の M は3度目のことを指してるんだろうなっていうのは、まあなんとなく別に分かってたんですけど、じゃあなんか同じ M やし、小文字か大文字かみたいなことやから、その大文字のこのメジャーセブンスもなんか3度目のことを指してるんちゃうみたいな感じで思ってたんですよ。でも実は3度目のこと言ってんじゃなくて、7度目のこと言ってたんですね。っていう、まあちょっと今思い返してみれば、それちょっと衝撃やったなっていうのを今ちょっとふと思い出しました。そんなことないですか？そんなこと、なんかそんな、そうなんやってなりませんでしたか？で、この7度目の音がこう変わってってる曲っていうのがまあありまして、マイファニーバレンタインとかの最初の4小節もそんな感じなんですね。最初 C マイナーなんですけど、ドミソ、まあ、上の音ドとしたら、次 C マイナーメジャーセブンス、このドが、まあ、次 C になりますよね。で、次 C マイナーセブンス、C のフラットですね。で、C マイナー6ってなってるんですけど、まあこれは、まだまだちょっと言ってなかったんですけど、まあ6個目の音なんで、ラーですよね。ドシーシーのフラットラーって移り変わってるんですよね。こういうのもなんかちょっと忘れましたけど、なんか言うなんかあるらしいですね。そういうなんかそういうのある、なんかちょっとなんとかシェみたいな、なんかちょっと
ちやったかな。ちょっと忘れて。そんなんはどうでもよくて、あのなんかこうナードの音がちょっと半音ずつ下がっていってるなんか技法みたいなあるらしいんで、まあ私あでもなんかたまにまあ覚えてんのはマイファニーバレンタインですけど、なんか違う曲でもなんかそんなあったと思うんですよね、ジャズのスタンダードで。でもこれも一度ちょっと弾いてみて、ちょっとなんかあそう変わってるんだなっていうのとかもまあ体感してみるのも、まあ、耳で聞いてあこういう違いがあるんだなっていうのをまあ感じてみるのもいいのかなと思います。話でした。今回は、セブンスですね、4話音の話ですね、このことについて話してみました。まあこの動画が面白い役に立ったと思っていただいた方は高評価を、またチャンネル登録もよろしくね。じゃあねー。